皆さん、こんにちは。南部です。今日はですね、基礎医学から見たパーキンソン病というふうなことで、お話をさせていただきたいと思います。だいたい1時間ぐらいの、つもりをしていますですね。この今日話すことの目的ということなんですけども、その題にあるようにパーキンソン病なんですけども、これはどういうふうな病気かっていうのはおいおい話していきますけども、非常に頻度の高い病気です。だいたい1000人あたりに1人ぐらいいるというふうな、神経難病の一つです。で、アルツハイマー病の方は少し頻度が高いんですけども、結構高い神経難病ということです。で、1000人というとだいたい普通に生活している人が自分の親戚とか知り合いとか、だいたい1000人ぐらいいてるんですけども、そこに1人ぐらいは、いる、パーキンソンの患者がいてもおかしくはないという頻度です。で、そこでそういう病気に対してですね、私がしゃべることは、その病気のですねとか治療法などの基本原理を、少し今日はお話したいと思います。で、そういうことをですね、知ることはですね、実際上の、病気の細かなこととか治療法とかですね、そういうことの、知る一つの基本になるというふうなことで、役に立つんではないかというふうなことで、お話をしたいと思います。で、先ほど少し、紹介がありましたけど、少し自己紹介をしておきたいと思います。私が、生まれたのは、三重県の稲部郡というふうなところで、ここから行くとですね、近鉄で、名鉄で名古屋を乗り継いで近鉄に行って桑名市で降りて、桑名市から北勢線というすごいローカル線が出てるんですけども、そこから山側に30分ぐらい行ったところが出身です。その後、三重県の、高校に行って、京都の方の大学に行って、その後、医学部ですので、一応国家試験は受けて医師の免許を持ってるんですけども、医者にならずにそのまま、研究に行ったというふうなことです。これ大学院生の頃の写真ですけども、で、その後ですね、留学したりとか、あるいは生理学研究所にも一度お世話になったりして、また東京の方に行ったりして、また生理系に戻ってきたというふうなことで、都合15、6年、岡崎に住まわせてもらっています。で、現在、こういうふうな、グループで研究をしているわけですけども、その間ずっとやってきたということはですね、この基礎医学という、分野です。これはですね、基本的に患者さんは扱わずに、脳の仕組み、脳研究ということに限って言えば、脳の仕組みと働きをですね、主に動物実験によって明らかにするというふうなことです。したがって今日お話しするのはですね、その動物実験から、パーキンソン病をはじめとする病気がどういうふうなことが分かってきたかということをお話したいと思います。というふうなことで、今日のお話はですね、一番初めにパーキンソン病とは何かということをお話しして、パーキンソン病というのはこの大脳基底核と呼ばれるところの脳の中の病気です。で、それがどういうふうな形であるとか、どういうふうな働きを持っているかということをお話ししたいと思います。で、次に、そこから考えられる、治療法ということをお話ししたいと思います。で、あとですね、大脳基底核の病気にはですね、パーキンソン病が一番これ代表的なんですけども、それ以外にもいくつか病気があります。そこの中で、一つ今日病気を取り上げて、ジストニアという、病気を取り上げて、最後にお話ししたいと思います。で、パーキンソン病ですね、病気としてはですね、こういうふうな特徴があります。無動とか過動とかって、いう症状があります。動きがない、動きが少ないですね。具体的にはどういうことかというと、運動が始めることがなかなかできない、あるいは運動を始めても十分な大きさの運動ができないという症状です。で、2つ目はですね、心旋、振るって戦うって書いてありますけども、手足の震えです。だいたい1秒間に4回から5回で、しかも静かにしているときに手足が震えるというふうなことです。で、3番目の症状としては、筋強剛とか筋拘縮とか言いますけども、筋肉が硬くなってこわばって動かしづらくなるというふうなことです。
あとですね、姿勢とか歩行が前かがみになったり小股歩行になったりすると。で、気分的にもですね、少し、抑うつ傾向、うつ傾向になってですね、というふうな精神症状を伴うことがあるというふうなことです。で、先ほど話したように、大体1000人に1人当たりの頻度の高い、変性疾患。変性疾患というのは、神経細胞が一部、壊れていくというふうな病気です。パーキンソン病のですね、病理とか病、原因、病理というのはどういうことかというと、脳のどこがおかしくなっているか壊れているかというふうなことなんですけども、これは後から言いますけども、脳の中のですね、こういう大脳基底核の中の、黒質緻密部というところに、そのドーパミン細胞というのがあります。その細胞が、なくなると、壊れるというふうなことです。実際これですね、人のですね、脳幹部分をですね、この首のあたりの部分を、亡くなった患者さんのを切ってみるとですね、この正常な人の場合はですね、こういう黒々としてるんですけども、これが、黒質という名前の由来になったんですけども、こういう黒々としたバンドが見えるんですけども、パーキンソン病の患者さんから取ってみると、こういうふうに白くなっているというふうなことで、もうこの黒い細胞がなくなっているというふうなことです。で、顕微鏡でですね、染めて見てみると、こういうふうな、この黒質緻密部のドーパミン細胞を見てみるとですね、ここに普段見られないようなレビー小体という物質が固まったものがあるというふうなことです。こういうふうな特徴的な所見があります。ただですね、原因は全然分かっていません。原因は不明というふうなことです。どういうことかというと、ほとんどが固発性、要するに遺伝的な素因もなければ、その人が何でなったかわからないというふうなことです。そういう患者さんがあちらの家族、こちらの家族、あと地域もバラバラで出てくるというふうなことです。ということで、原因は未だに分かっていません。一部遺伝性の患者さんたちも、いてはります。だいたい 5% から 10% ぐらいですけども、それ以外は原因は不明というふうなことです。で、原因で今まで取り出されたことはいくつかありまして、例えばですね、外から何か有毒な物質が入ってきてるんじゃないかというふうなことで、何か除草剤、そういう農薬がですね、体に入って、それで、こういうそこの細胞がなくなるんじゃないか、死んでいくんじゃないかというふうなことが言われてますけども、立証されてません。あるいはですね、脳の中に何か毒素みたいなのが自分の中に溜まっていってですね、こういう症状が出るかというふうなことも言われてるんですけども、これも確定されてないというふうなことで、これが今一つの研究の、トピックになっています。多くの人が、こういうことを研究しています。で、パーキンソン病はですね、その名の通り、パーキンソンさんが発見した病気ですというか、初めて、記載したというか、初めて、そういう病気があるということを言った人です。これパーキンソンさんですね、18世紀後半から19世紀前半にイギリスの、開業医だったわけです。で、現在でも、その診療所がだったことが残されて、ロンドン市内にあってですね、今はパブになっているそうですけども、そこの、ところに、こういうふうなメダルがはまっていて、パーキンソンさんが、ここに住んでいたというふうなことがあります。内科医で、そういう地質学者っていうんですかね、化石とかも、掘り起こすような、そういう研究もしていたというふうなことで、その町の、知識人だったということです。その人がですね、このエッセイ・オン・ザ・シェイキング・パルジーという、シェイキングが震え麻痺ですね、そういうふうなことで、報告をしてですね、こういう本を書いて、初めてパーキンソン病ということが、世の中に認められたというふうなことです。で、非常にありふれた病気というか、非常にポピュラーな病気ですので、いろんな文学作品なんかにも、なってきています。で、そこから一つ取り上げると、パーキンソン病は先ほど言ったように、原因は不明だと言いましたけども、一部、脳炎後に、パーキンソン病が発症することがあります。
1920年代ぐらいの欧米中心にそのエコノモ農園っていうのが猛威を振るったんですけども、そのうちのですね何割かの人がまあそういうパーキンソン重篤なパーキンソン症状を起こしてですね、まあ、寝たきりというか動かなくなるというふうなことが起こったようです。まあ、それがですね、後から話をするんですけども、エルドーパという薬をその人たちに与えるとですね、そのうちの家内の人が、まあ、目覚めたというふうなことで、アウェイクの目覚めというふうな本をこのオリバー・ザックスという人が、まあ、その実体験に基づいて書いています。映画化もされています。このレナードの朝という、これ15、16年前、20年近く前の映画だと思いますけども、実際その実体験をもとに、まあ、こういう映画化もされてて、ロバート・デ・ニーロが、まあ、そのパーキンソン病というかエコノモ脳炎の患者さんで、ロビン・ウィリアスが、まあ、その医者役というふうなことで、なかなか感動的なお話です。あとですね、まあ、有名人も、パーキンソン病になってまして、例えば、映画俳優の、マイケル・J・フォックスですね、バック・トゥ・ザ・フューチャーですかですね、その人も、これ数年前に、自伝をラッキーマンという自伝を書いて、まあ、そこで自分がパーキンソン病だったというふうなことを、カミングアウトしています。でその後、まあ、こういう、パーキンソン病のですね、財団を作ってですね、まあ、そういう研究を支援しようというふうなこともやっています。あるいは、ムハメド・アリですね、カシアス・クレイというか、ボクシングボクサーですね、彼も、パーキンソン病になって、アトランタオリンピックの時のこれ、聖火リレーの最終走者だと思うんですけども、まあ、そこに、出てきてですね、頑張ってるっていうことを、見せていました。ですね、パーキンソン病というのはですね、大脳基底核の病気です。で、大脳基底核がですね、運動をコントロールしていて、それが不調になると、まあ、運動が滑らかにできなくなったり、あるいは自分が思ってないような運動を起こしてしまうと、まあ、それを不随運動というんですけども、起こったりするというふうなことです。でここでちょっと注意していただきたいのは、まあ、その脳の病気にはいろいろあります。例えば脳卒中なんかだとですね、まあ、例えば大脳から下に降りていくような神経繊維が壊れて運動ができなくなると、まあ、それは麻痺と呼ばれる症状なわけですけども、まあ、それとは違ってですね、運動自体はですね、まあ、そのうまく行うことはできるわけで、運動自体は可能なんですけども、それをですね、滑らかにとかですね、うまく、スムーズに行うことができなくなると、まあ、そういうふうな症状というふうなことです。で少し、大脳基底核のお話をしたいと思います。大脳基底核というのは、読んで字のごとし、大脳の基底部に存在する核、核っていうのは、神経細胞の集まりというふうな意味です。これ人の脳の模型ですけども、人の脳を横から見たところです。これ前があって後ろですね、上下、そこで側面図です。これ大脳があって、これ小脳があって、まあ、脳幹があって、ここから脊髄にこうつながってるわけですね。これは前から見たところです。右半球、左半球というふうになっているとなっています。で大脳基底核はですね、まあ、この脳の深くに、こう存在するものです。結構大きな体積を占めていて、まあ、この左右に一対ずつ、左右で一対あるというふうなことです。で少しここから、ややこしくなるんですけども、大脳基底核はどういうふうなものから成り立っているかと、実は大脳基底核というのはいくつかの、まあ、神経核、神経細胞の集まりから成り立っているんですけども、そういう話を少ししたいと思います。これですね、人の脳の断面です。ここをですね、こういうふうに切ったですね、額に、水平に、まあ、脳の真ん中あたりで切ったところで見ると、まあ、こういうふうな大脳基底核の主なメンバーが見えるというふうなことです。ここが真ん中ですね、体の真ん中で、こちらが外側、こちらが上側、こちらが下側と、
というふうになっています。でこれ周りにあるのはこれ大脳皮質ですね。でそこにある、こういうふうなところのものが大脳基底核と呼ばれる部分です。少し、名前はややこしいんですけども、ちょっと順番に紹介していきたいと思います。一つ目は、大脳基底核ですね。4つのないしは5つの、神経細胞の塊からなっています。一つはこれ線状体と、もう少し後から大きな字で示しますけども、線状体と呼ばれるものです。人とか猿ではですね、この尾状核と被殻というふうに、分かれています。それ一つ目のメンバーで、2つ目のメンバーはですね、これ単層球です。この外節と内節に分かれています。外側と内側の節に分かれているというふうなことです。で3つ目はですね、ここに視床というこれ大脳基底核のメンバーじゃないんですけども、脳に、大脳皮質に行く信号をコントロールしているようなところがありますけども、その下にある視床下核と呼ばれるもので、4つ目のメンバーとして先ほど出てきたパーキンソンの時に侵される黒質があります。で黒質のは緻密部と毛様部に分かれているというふうなことになっています。というふうなことで大脳基底核は線状体、単層球、視床下核、黒質という、これ4つですね。ないしは尾状核、被殻、単層球、視床下核、黒質、これだと5つになりますけども、そういうメンバーから成り立っています。で基本的にどういうふうな構成になっているかというと、そういう大脳基底核というのは、大脳皮質から神経情報を受け取ります。で何か情報処理をした後、一部はこういうふうに下に降りていくのもあるんですけども、大部分はこの視床を介してまた元へ戻るというふうに、この大脳皮質と大脳基底核は、ループ回路を成しているというふうなことが分かっています。でですね、この大脳基底核のこの名前、漢語っていうんですかね、漢字で、ややこしい名前が書かれてますけども、こういうのはですね、昔の人がですね、目で見てですね、どういう形をしてるかとか、どういう色だとか、そういうのことから名前をつけました。でそういうですね、で今から考えてみるとですね、機能とかですね、実際どことどことがどうつながってるかということは無視していますので、今から考えると少し変なことがありますけれども、そういう名前が付けられているというふうなことです。でもともとこういう名前はですね、ラテン語とか、英語、欧米語で作られたわけですけれども、それがですね、日本語に訳されるとき、多分これ明治時代の人がこれ訳したと思うんですけども、極めてうまい訳し方をしています。例えばですね、この線状体、先ほど言った大脳基底核の一番初めの話は線状体なんですけども、これはですね、脳を切ってみるとですね、そこを神経繊維が通っ てですね、線のように見えるというふうなことで、その線状体という名前がついています。でそれは尾状核と、その一つのメンバー尾状核と言いましたけど、これ尾っぽの形の尻尾の状態って書いてありますけども、これはですね、これ横から見るとこの尾状核というのがですね、こうなってて、尻尾の形をしていると、その勾玉状であるというふうなことから尾状核という名前を名付けてあります。あとですね、その単層球というのがあります。これはですね、字で書いてあるように淡くて青いですね、層っていうのは青い字ですけども、淡くて青い球ですね。球っていうのはその玉という意味ですね。で実際ですね、これは正常な、脳をですね切ってみるとですね、血流の関係でですね、淡くて青い色をしているというふうなことで、こういうふうな名前がついているというふうなことです。で黒質はですね、先ほど言ったように、こういう正常な患者さんで、正常な人の脳を切ってみると黒く見えるということで黒質の名前がついています。視床下核は、視床の下にあるということで視床下核という名前がついているということで、名前自体はですね、非常に、ややこしくてなかなかいかめしい名前をしているんですけども、その由来を知っていただければですね、少しは馴染みが出るかと思います。あとですね、大脳基底核の特徴としてはですね、ほとんどがですね、このギャバという
物質を使ってですね、抑制性の神経細胞から成り立っています。ある神経細胞があって、次の神経細胞に情報を渡すときに、普段はですね興奮性で行くことが多いんですけども、この大脳基底核に限って言えば、そこの神経細胞を抑制するような情報を流しているというふうなことです。で、この GABA というのはですね、しばらく前は一般の人に説明するのは非常に難しかったんですけども、ちょっと今下火になってますけども、こういう GABA 入りの製品なんかがスーパーマーケットなんかで見ます。例えばこれ GABA 入りチョコレートですけども、このストレス社会で戦うあなたにって書いてありますけども、GABA は抑制性ですので、そういうのを食べると脳内の GABA が増えて気分が落ち着くとか、あるいはこれ GABA 入りの醤油ですね、大豆にですね、GABA をたくさん増やしておいてそれから作った醤油というのが、こういう機能性食品というのがですねいくつか出てます。その GABA と同じものです。そういう、GABA で、信号を伝えているというふうなことですね。で、先ほど言いましたように脳の中でですね、大体情報を伝えるのは興奮性なんですけども、こういうふうな長い、ところをですね、こう抑制性の情報を伝えるというのは非常に稀だというふうなことです。で、脳機能を調べることにはいろんな方法があります。で、私たちが使っている方法はですね、実験動物から神経活動を記録するというふうなことをやっています。ここにこの猿の絵が書いてありますけども、猿にですね手術をして、チェンバーを取り付けて、そこから電極を脳の中に直接刺すということをします。で、幸いですね、脳は痛みを感じませんので、例えばこの猿が起きている、あるいはこういうふうなタスクを指している、この場合はですね、なんか光がついたらハンドルを回すと、ジュースがもらえるというふうなことをですね、課題を猿に仕込んでおいて、その後手術をして神経細胞を記録をするというふうなことをします。で、そうするとですね、実際この起きている時の神経細胞を活動を記録することができる。つまり麻酔がかかってないですね。麻酔をかけるといろんな神経細胞の活動が変わりますので、そうしない時の状態が記録できる。あるいは実際こういうふうな行動課題をやらせるとですね、その実際記録している細胞が実際の運動の時にどういうふうな反応をすることがするかということを調べることができるというふうなことで、非常に有力な方法というふうなことです。そういうふうにして例えば調べてみるとですね、実際これ猿の大脳基底核のうち、その単層球内接と呼ばれる部分から取った神経活動です。こういうふうに、これリアルタイムの流れです。こっちが生のデータですね。この神経活動ですね、記録するために脳の中に金属の細い電極を差し込んでいくんですけども、神経細胞に近づくとですね、こういうふうに神経細胞っていうのは0か1かにで、興奮している時と興奮していない時とが出てきます。で、そのこの細い線が一つ一つの興奮ですね。で、これ今実時間ですので、大体これ1秒ですので、1秒間に数十回興奮しているというふうなことがわかるわけです。で、上はこれをパルス化したものですけども、こういうふうに神経細胞はこういうふうに興奮することによって相手先に情報を伝えていると、いうことです。で、大脳基底核、これ単層球の場合ですけども、それ以外にもですね、外接とか内接、黒質網様部と呼ばれるところではですね、高頻度で発射しています。こういうふうに非常に、1秒間に数十回という感じの、非常に高い頻度で興奮しているというふうなことです。ということはどういうことかというと、これも GABA 作動性の抑制性ニューロンですので、相手先ですねを常に抑制しているというふうになるわけです。で、大脳基底核のですね、神経回路を少し詳しく見てやるとですね、ここに大脳皮質があって、ここに大脳基底核のメンバーがいます。血小があるというふうなことで、ループ回路をなしているということは、大脳皮質から始まった情報が大脳基底核で情報処理された後、視床を介してまた元へ戻ると、こういうふうなループ回路になっているわけですね。
で最終的に大脳皮質は、まあ、脊髄とか脳幹に投射して、まあ、手足をこういうふうに動かすというふうな仕組みになっているわけです。でですね、この大脳基底核、先ほど言ったようにいろんなメンバーがいますけども、まあ、そのうちですね、この線状体っていうのがですね、大脳基底核の入力部であると、情報を受け取るところであるというふうなことが分かってきました。まあ、それに対してですね、この単層球内接あるいは黒質網葉部と呼ばれるところが、出力核、つまりここから外へ出ていくというふうなことが分かってきました。でこの入力と出力を結ぶ、連絡にですね2つある。1つはですね、この線状体から単層球内接に行くこの直接路ですね、直接行ってるので直接路で、もう一つは、この線状体からちょっとややこしいですけども、線状体から単層球外接視床下核単層球内接に行く、これいくつか、まあ、こういうふうに核を飛んでいっているので返しているので関節路というんですけども、まあ、その2つの神経連絡があるというふうなことが分かってきました。さらにですね、最近ではですね、この視床下核、ここにありますけども、実はこれも大脳皮質から入力を受けているので、まあ、線状体に対してもう一つの神経核である、もう一つの入力部であるというふうなことが分かってきて、実際ですね、大脳皮質視床下核単層球内接に行く経路、まあ、このハイパー直接路と、まあ、この直接路、関節路に対してハイパー直接路というふうなことも提唱されてきています。でなんでこういうふうな直接路、関節路、ハイパー直接路というふうなことを皆さんにお話しするかというと、まあ、この3つの経路がですね、うまく働くことが僕たちがこういうふうにきちんと運動ができている。で逆にですね、その3つの経路のですね、バランスが悪くなるとパーキンソン病が起こったりするというふうなことをお話したいからです。それでですね、実際これがですね、運動するときにどう働いているかというふうなことはですね、こういうふうなことが分かってきました。まあ、例えばですね、僕たちがこういうふうに運動しようとした場合にですね、一番初めに大脳皮質が働きます。そうするとですね、各経路のスピードの関係というか、そこを流れるスピードの関係で、一番初めにですね、情報が大脳皮質視床下核単層球内接に行くハイパー直接路を介して、単層球内接に伝わることが分かってきました。で単層球内接はですね、視床に対してこれ抑制性ですので、こっち興奮興奮で抑制ですので、最終的には視床とかその先にある大脳皮質が抑制される、つまり運動が抑制されるということになるわけです。ということで、まあそういう、大脳皮質とかの広い領域が抑制されると、考えられるわけです。でそのうちにですね、2つ目の神経経路を介して、単層球内接に至ります。これ直接路ですね。大脳皮質線状体、線状体単層球内接、はこれ直接路です。で大脳皮質線状体っていうのはこれ興奮性で、線状体単層球内接は抑制性です。というのはどういうことかというと、ここが抑制されてたのがですね、これは抑制性です。で実は先ほど言ったように単層球内接症もこれ抑制性です。というのはどういうことかというと、もしこの経路を介して情報が来ればですね、単層球内接から視床がこれ抑制、常に抑制してたのがですね、その抑制を取るように働く。こちらは最終的に抑制です。でこっちも抑制ですというふうなことで、この視床をですね、興奮させるように働くというふうなことです。で多分ここで必要な運動が起こるのではないかというふうに考えられます。で最終的にですね、大脳皮質線状体単層球外接視床下核単層球内接に介する関節路がいきます。こっちこれ興奮性、これ抑制性、抑制性、興奮性ですので、最終的にはこれややこしいですけども、単層球内接が興奮します。そうするとまた視床が抑制されるということで、再び抑制されるというふうなことになります。まとめるとどういうことかというと、まあ、この直接路というのはですね、必要な運動を必要な時だけ起こすのに対して、それ以外の経路、このハイパー直接路とか関節路というのはですね、不必要な運動を抑制しているというふうに考えられるわけです。少し引きんな例を挙げましょう。この単層球内接は
相手先をこれ抑制していると言いました。でこれは例えばですね、これ首相が興奮しようとしているのに対してこれいつも抑制しているわけです。これ高頻度で発射しているわけですね。それが抑制している。まあ、例えばですね、坂道の途中に自転車があってですね、それをブレーキをかけて止めている。あるいはですね、オートマの車はですね、オートマティックの車が、動こうとしているのを、ブレーキを踏んで止めているということになるわけです。でそのブレーキを、今止めているわけなんですけども、そこから上から信号が入ってそのブレーキを緩めるように言うわけですね。とその結果として、運動が始まると。まあ、それが直接論の働きということになるわけですね。それに対してこのハイパー直接論とか間接論というのはむしろブレーキを強めるように働くというふうなことになるわけですね。こちらはこれ抑制性ですのでブレーキを強めるというふうなことです。ということは大脳基底核はこのブレーキを緩めたり、あるいはブレーキを強めたり、運動に対してのですね、ブレーキを緩めたりブレーキを強めたりすることによって、まあ、運動を調節しているというふうに考えられるわけです。というふうなことで、まあ、こう大脳基底核はこの2つの3つの経路を介して適切な運動を選択しているというふうに考えられるわけです。まあ、これも同じようなことですけども、まあ、この直接路がブレーキを緩めることによって必要な運動を引き起こすのに対して、このハイパー直接路とか間接路はですね、ブレーキを強めることによって不必要な運動を抑制していると。必要な運動が起こってですね、不必要な運動を必要な時に起こらないようにしているというふうに考えられます。あとですね、こういうふうな大脳基底核がですね、大脳皮質のどこと連絡をしているかというふうなことなんですけども、これ、猿の脳で、こっち前で後ろなんですけども、大脳皮質のですね、広いところから大脳基底核は入力を受けています。そして主に前頭葉のかなり広い部分にまた元へ戻っているというふうなことになります。というふうなことで大脳皮質の中でこの運動やこの手足をコントロールしているところですね、運動や以外にもですね、眼球運動をコントロールしているところがあります。あるいは前頭前野、これ例えばですね、まあ工事機能っていうか未来のこととか考えたりとかですね、あるいは運動どうしようかとかいうことを考えたり、あるいはもっと言えば想像力とかですね、まあ、そういうふうなことに関係している前の方の領野なんですけども、まあ、そういうところにも投射したり、あるいは変質、これは気分ですね、まあムードというか、まあ、そういうところをコントロールしているわけですけども、そういうところにも情報を送っているというふうなことで、まあ、大脳基底核というとですね、まあ、この運動がメインに考えられるわけですけども、それ以外のところもコントロールしているということになってですね、まあ、運動ばかりでなく大脳基底核は工事機能にも関係していると考えられるわけです。ということはですね、パーキンソン病はですね、例えば大脳基底核の機能が不調になるとメインはですね、まあ、こういう運動機能が不調になるわけですけども、それ以外もですね、こういうふうな考える力、あるいは気分とかですね、そういうところも、まあ、低下するというふうになるわけです。でですね、パーキンソン病の、今からお話ししたいことはですね、これでまあ大脳基底核の基本的なことをお話ししたので、次はパーキンソン病がですね、なぜそういう症状が出るかというふうなことを少し考えてみたいと思います。まあ、そういうふうなことはですね、この病態整理というふうなことで表せます。でですね、パーキンソン病はですね、ここの黒質緻密部のドーパミン細胞が変性して脱落してなくなると、そのことによってパーキンソン病が起こるというふうなことをお話ししましたですね。ここの細胞がなくなると。で先ほど言ったですね、このですね、ハイパー直接路とかですね、直接路間接路とかですね、とはこれ直接関係がないところですね。で黒質緻密部はですね、この線状体に神経線維を送っていてですね、ここからですね、ここで作られたドーパミンがですね、線状体に送られると。で、線状体にドーパミンが放出されるというふうなことになっています。ということはですね、この先ほど言った大脳基底核を介する直接の3つの経路とはですね、ちょっと違うところが変になっていると
と、その結果として、線状体における何か情報処理が変になって、こういうふうな症状を起こしているというふうになるわけです。で、それで何が起こっているかというふうなことをこれから調べようというふうなことです。で、話の途中でですね、例えば脳卒中との違いというふうなことを言いましたけども、例えば脳卒中なんかだとですね、この大脳皮質自体が壊れる、あるいは大脳皮質からこの脊髄肉繊維が壊れることによって、手足の麻痺が起こるわけです。それとはですね、少し、同じように神経細胞が壊れる病気でも、このメインの場所が壊れるわけではなくて、この線状体にの活動を調節しているような場所がですね、変になっているというふうな病気なわけです。でですね、こういうふうな病気の研究をするときにはですね、一番大事なことは良い動物モデルを作るというふうなことです。で、こういう動物モデルを作るのにですね、いい方法がないかというのはですね、何十年もですね、いろいろ研究者は研究してきて探してきたんですけども、なかなかいいものが見つかりませんでした。それがですね、いかにこれから話すようなですね、その皮肉な事件によってですね、最適な物質が見つかりました。その物質はですね、この MPTP っていう物質なんですけども、もともとはですね、このある化学の大学院生がですね、家でですね、合成ヘロインを作っていて、自分の地下の実験室でですね、それを自分で作って自分に打って遊んでいたというふうなことがあります。で、初めはですね、きちんと真面目に作ってたんですけども、途中でですね、手抜きをするようになって、どうやらそこに不純物が混じっていたらしいと。で、その後ですね、それを自分に打ってたらですね、重篤なパーキンソン病を発症したというふうなことです。で、パーキンソン病は多くはお年寄りの病気ですので、その若い大学院生が出るというのは非常に珍しいんですけども、これは一例だけの報告でですね、あまり注目もされなかったというふうなことです。で、その後ですね、この患者さんはですね、オーバードーズで亡くなってしまうんですけども、調べてみるとですね、きちんとレビー小体があるというふうなことで、典型的なパーキンソン病であったというふうなことです。で、これはですね、ほとんど注目されなかったんですけども、それから数年後ですね、1982年、カリフォルニアで、4人の若い麻薬常習者がですね、売人から、その新しい合成ヘロイン を買ってですね、それを売ったところ、パーキンソン病になったというふうなことです。で、巣はそれでですね、なんかその新しいこの合成ヘロインが何か不純物があるんじゃないかというふうなことで、これ大々的に何が変異だったかということが探してですね、で、見つかった物質がこの MPTP という物質で、これは猿に打つとですね、重症なパーキンソン病になるというふうなことが分かってですね、これはパーキンソン病になる作る非常に良い薬だというふうなことで、それが現在も続いているというふうなことです。で、その時のですね、ドキュメントというかですね、何があったかというのはですね、こういうふうな見つけた人がですね、こういう本に書いてあります。で、現在はですね、こういうふうな MPTP はこういうふうに薬屋さんというか、そういう業者からですね、買うことができて、これ人にも猿にも効きますね。非常に危険な物質です。ですけども、こういうのを猿に打てばですね、非常にいいパーキンソン病モデルができるというふうなことです。で、そして分かってきたことはどういうことかというふうなことですけども、これがそのサマリーですけども、正常な場合はですね、この直接路がブレーキを緩めて運動を起こすと。で、関係ないところのブレーキを強めて運動を起こさないようにしていると。そういうふうに言いました。それがですね、パーキンソン病の場合はですね、どうやらですね、この単早球内接から視床に行くところのこの抑制が強くなりすぎている。で、その結果ですね、この本来ならここはブレーキが緩まってですね、運動を起こせているのに、ブレーキが強くなったせいでですね、運動が起こせなくなってくるというふうなことが分かってきました。科学の言葉で言うと、単早球内接でのこの抑制が減少して、視床とか
大脳皮質で抑制から脱するようなところが、まあ、時間的空間的にも小さくなって、その結果として運動が引き起こせなくなって無動になったというふうなことですね。言ってしまえばこちらはブレーキを緩めてブレーキを強める、もうその比率がですね、ブレーキが強くなりすぎてしまったと、まあ、その結果として運動が引き起こせなくなった状態だというふうに考えられるわけです。で次、パーキンソン病の、治療のお話をしたいと思います。パーキンソン病の治療にはですね、まあ、その薬による治療法とですね、後から述べる外科的な治療法があります。薬の治療法はですね、ドーパミンが減っているからドーパミンを足せばいいというふうなことです。まあ、非常に単純な発想なんですけども、薬物療法というのがあります。足す薬としてはですね、エルドーパっていう薬を、これ飲んだり注射したりします。これは ドーパミンの元って書いてありますけども、ドーパミンになる前の薬です。ですね、ドーパミンをですね、直接飲んでもですね、脳の中には入らないという性質があります。あとですね、そのエルドーパっていうのを飲んでやるとですね、まあ、脳の中に入っていてですね、でこのエルドーパからドーパミンになるんですけども、まあ、そこにある酵素が関係してるんですけども、まあ、その酵素はですね、比較的パーキンソン病が進んでいっても保たれるというふうなことがあるので、まあ、エルドーパを入れてやればよく効くというふうなことです。でただですね、まあ、こういうふうな減ったドーパミンを外から加えてやるだけですので、病気自体の進行を抑えているわけではありません。黒質緻密部のドーパミン細胞はどんどん減っていきます。で、そのうちにですね、薬が効かなくなる、あるいはですね、薬をあげた時にはですね、非常に効きすぎていて、むしろ不随運動が起こると、でそのうちに効かなくなって動かなくなると、まあ、そういうふうな、まあ、副作用というかコントロールがだんだん難しくなっていきます。まあ、そういう人たちに対してですね、それ以外の治療法としてですね、この低位脳手術というのがあります。もちろんですね、この減っているドーパミン細胞をですね、脳の中に直接入れてやればいいと、まあ、その今、iPS 細胞というのが話題になってますけども、例えばそういうのを作ってですね、脳の中に移植してやるとか、あるいはですね、ドーパミン細胞を増やすために、そういうドーパミンを作るような遺伝子を脳の中に入れてやるというような遺伝子治療なんかも試みられてますけども、これはまだ実用化されていません。それに対してですね、まあ、この低位脳手術というのはもうすでに実用化されています。まあ、基本的にはどういうことの考えかというとですね、まあ、そういうふうに先ほど言ったようにブレーキが効きすぎてたりとかするとか言いましたけども、まあ、実際そういうところは異常な興奮をしているわけです。でそういう異常発火をしている、興奮をしている脳の領域、まあ、具体的には胆早球内接、視床下核、視床ですね、まあ、そういう場合ところにですね、少し小さく壊してやる、プローブを入れてですね、そこのに、熱を加える、高周波によって熱を加えることによって、その一部を小さく壊す、あるいはですね、これから述べるように、電極をですね、その脳の中に入れてやる、でそこを刺激するという治療法があります。これ脳深部刺激療法、DBS って略したりします。これディープブレインスティミュレーションですね、ブレインのディープなところを刺激するというふうなことです。まあ、そういうふうなことで、そういうところを、まあ、高頻度刺激するというふうな、治療法があります。もう少しこの、脳深部刺激療法の具体的な話をしたいと思います。まあ、ターゲットになっているのは主に視床下核とか胆早球内接を高頻度電気刺激します。これは、そこの会社のから取ってきた、絵なんですけども、まあ、ここにこういう電極があってですね、脳の中に入っています。で胸の下にですね、刺激装置を埋め込みます。こういう心臓のペースメーカーと同じような、刺激装置ですね。で脳の中には、まあ、こういうふうな電極が、こう視床下核とか胆早球内接に入っています。そしてですね、まあ、非常に高頻度1秒間200回ぐらいの刺激をですね、まあ、電圧としては数ボルト以下で低いんですけども、まあ、短いパルスの刺激をですね、ずっと24時間入れると、まあ、そうするとですね、治療効果があるというふうなことで、
2000年から保険適用になってですね、日本で多分60何施設がこういうことをやっていて、多分1000の単位の患者さんが恩恵を受け取られると思います。で、実際その手術はですね、まあ、こういうふうに患者さんにですね、こういうフレームを取り付けて、で、MRI でですね、実際ターゲットを見つけておいて、その後ですね、この頭蓋骨、頭の骨に穴を開けて電極を刺して、今から壊そうとするところ、あるいは刺激電極を埋めようとするところはですね、ちゃんとしたターゲットかどうかということを記録をして確かめます。で、その場所がですね、目的の場所だということが分かったら、まあ、そこに記録電極、刺激電極ないしはその場所を焼くというふうなことを行うわけです。で、実はですね、この視床下核をターゲットとした治療法が始まったのはそんなに昔ではないです。1990年ですね。で、これは実は猿をですね、使った実験からそういうことが分かったというふうなことですね。1990年に、こういう論文が出ました。パーキンソン病にした、まあ、実際は猿なんですけども、猿をですね、視床下核を壊すと元へ戻りますよということが発表されました。まあ、それまで誰もこんなことは考えてなかったんですけども、まあ、この論文が出たおかげでですね、まあ、一つはそれまでですね、まあ、こういうそういう脳のパーキンソン病に対してはですね、薬物療法が中心でして、まあ、こういう脳を壊すというふうな治療法というのは前からあったんですけども、それほど注目を集めてませんでしたということで、まあ、これが一つのきっかけとなって、まあ、こういう脳手術のリバイバルになったということと、まあ、これでもってですね、視床下核がターゲットになったというふうなことで、まあ、現在広く行われている視床下核の刺激療法の幕開けとなったというふうに言える論文です。で、それで、なぜ症状が良くなるかというふうなことなんですけども、まあ、これもあまりよくは分かってないんですけども、私たちの研究によればですね、まあ、視床下核を、ブロックしたことによって、なんでパーキンソン病症状が良くなるかというふうなことなんですけども、ブレーキが強くなるから、動かなくなると言いました。で、それによって、無動という症状が出てるわけですけども、どうやら視床下核をブロックしてやる、あるいは壊してやるとですね、そのブレーキが壊れる。で、強まってブレーキを解除してやると、まあ、そのことによって、再び運動が起こりやすくなるというか、できるようになるということが、メカニズムだと考えられます。ですね、ただですね、実際この行われているのは DBS 脳深部刺激療法です。このメカニズムはですね、本当によく分かっていません。何がよく分かってないかというとですね、これ電気刺激するわけですけども、電気刺激した場所のですね、神経をですね、抑制しているのか興奮させているのかがまだよく分かっていないというふうなことです。で、ある人たちはですね、まあ大体半数ぐらいの人は抑制していると考えています。なぜ抑制していると考えられるかというと、その場所を壊したですね、破壊術と、この DBS 脳深部刺激療法は両方ともパーキンソン病に対してよく効くというふうなことで、同じ効果を示すということから、壊しているのと刺激は同じ効果を示すので、多分抑制しているんじゃないかという人たちが半数ぐらいいます。それに対してですね、刺激はやっぱり興奮だろうと。で、まあ、これは、研究者の常識と言っていいと思いますけども、だいたい単発刺激するとその場所が興奮するわけです。で、それをですね、100Hz でいうのはですね、高頻度刺激してもですね、やっぱり興奮するはずだろうというふうなことで、興奮説を取っていてですね、まあ、この説信じる人とこの説信じる人がですね、まあ、半々ぐらいあって、まあ、熱い論争になっているというふうなことです。で、僕たちも、まあ、そういうことを調べてみましたというふうなことで、まあ、猿を使ってですね、この単早期内接から神経活動を記録して、単早期内接に DBS を加えるということをやってみました。で、そうするとですね、刺激している間はですね、この神経細胞は高頻度で発射している神経細胞が抑制されるということが分かりました。まあ、というようなことで、どちらかといえば、まあ、抑制説かなというふうな結論です。で、それ以外にですね、この大脳皮質を電気刺激してあります。
で、そうするとですね、ここに単早期の内接で記録をするとこういうレスポンスが取れます。まあ、興奮抑制興奮という、まあ、これ三層性のレスポンスが取れます。で、これは実はですね、ハイパー直接路とかですね、直接路とかあるいは関節路を介したレスポンスが取れていると考えられるわけですけども、そいつをですね、とこの大脳皮質の電気刺激とこの局所の高頻度刺激 DBS を組み合わせてやるとですね、こういうふうな強いレスポンスも消えることが分かりました。というのはどういうことかというとですね、まあ、この単早期内接の DBS はですね、局所の神経活動を抑制するばかりではなくてですね、ここを介する情報伝達をブロックしていると、まあ、こういうふうな来た情報をですね、こっちから外へ出てくのをブロックしているというふうに考えられるわけです。つまりですね、パーキンソン病の時にはですね、まあ、ここら辺の神経活動が変になって、ここに変な情報が伝わっているわけですけども、その変な情報を単早期内接で電気刺激することによって外へ伝わるのをブロックしているというふうに考えられるというふうなことです。で、最後にですね、他の病気もことも少し紹介していきたいと思います。大脳基底管が壊れるとですね、他の病気も起こってきます。例えばですね、これパーキンソン病以外にもジストニアとかアテトーゼとかハンチントン病とかヘミバリスとかいう病気が起こってきますけども、少しこのジストニアのお話をしたいと思います。ジストニアはですね、パーキンソン病の場合はですね、基本的に運動が起きにくくなる病気なんですけども、ジストニアは運動が起きてしまう病気です。まあ、不随運動が起きてしまう病気で、しかも筋肉がですね、筋緊張が高まってて起きる病気ということで、非常にゆっくりしたねじれるような症状を示します。というのはどういうことかというとですね、正常ではですね、まだこれ元の戻りますけども、このブレーキを緩めるあるいはですね、ブレーキを強める、この比率がですね、良い塩梅になってて、正常な運動が起こっているわけですけども、ジストニアの場合はですね、どうやらこの直接路を介するで単早期内接に行く抑制が強くなっていると。で、これがブレーキをかけているわけですけども、そのブレーキが効かなくなっている、このブレーキ作用がなくなっていると。その結果としてブレーキをかかるはずの支障のところが過剰に興奮して、運動が起こってしまうというふうに考えられるわけです。繰り返しになりますけど、普段はこういうきちんとブレーキがかかっているのが、まあ、何らかの関係で、ブレーキが効かなくなって、その結果として普段は止まっているような病気が、普段は止まっているようなですね、止めているような症状がですね、それがですね、ブレーキが効かなくなって、運動が思っていない時に、思っていない運動が起こると、まあ、それがジストニアの症状というふうに考えられるわけです。でですね、ジストニアの治療法ですね、この局所性のジストニアはですね、筋肉にですね、収縮している筋肉に、ボツリヌス毒素、ボツリヌス毒というのは、ボツリヌス菌の出す毒素です。ボツリヌス菌というのは食中毒ですね。これを食べると、そこの筋肉が麻痺してですね、呼吸器が麻痺して致命的なわけですけれども、それをうまく使ってやることによってそこの筋肉だけを麻痺させてやることができます。で、それをですね、そこへ、医薬品として、使われているボツリヌストキシンをボツリヌス毒素をその筋肉に、打ってやると、まあ、そういうことによって、局所性のジストニアは治療できます。で、ただですね、全身性のジストニアはなかなか治療ができなかったんですけども、この単早期内接のですね、脳深部刺激療法が非常に、効くことが分かってきました。ただですね、作用基準はですね、不明だと、やっぱり不明であるというふうなことです。パーキンソン病と同じような機構によってですね、そういうことができるかどうかということも不明というふうなことです。で、今日のお話なんですけども、まあ、まとめてみるとですね、大脳基底核疾患をはじめとするパーキンソン病はですね、どういうふうな仕組みでこういうふうな症状が出てくるかというふうなことですけども、
大脳基底核の神経経路の活動性のバランス、まあ、そのハイパー直接路、直接路、間接路、そのバランスがですね、正常なのがそこから外れることによって、まあ、様々な運動障害が起こってくると、まあ、ブレーキと緩めるのとブレーキを強める、まあ、その関係が変になることによっていろんな症状が起こってくるというふうなことが考えられます。まあ、その治療法としてはですね、そのバランスが崩れたのをですね、もちろん完全に正常に戻してやればいいんですけども、正常に戻すことができなくてもですね、ある程度その関係をですね元に戻してやると、そういうことによって大脳基底核のいろんな症状がですね抑えることができるというふうなことです。以上です。ご清聴ありがとうございました。